どうもゴッドコンプレックスです。今日は大阪南港 ATC ホールで開催された爬虫類イベントレプタイルズフィーバーに参加してきました。今回僕が購入してきた商品はこちらになります。今日は僕がずっと欲しかった生態もお迎えすることができたんでお楽しみください。それじゃあ開封お願いしていいかな。はい、じゃあ弟のタイ君に開封していってもらいます。まず茶色のやつからね。それはまずヤシガラです。土やね。でヤシガラです。ヤシガラパウダーです。これはねなんかまあ後々お見せするわ。後で説明するわ。うん、これだけ中身ヤシガラだけでしたね。まず1個目は。で2つ目、あーこれいいよね、うん、コルクね。コルクこれサソリとか買ってるからね。下に潜るようにコルクを買ってきました。うん、ペティコルクってやつね。でそれはふすまです。これもうミルワームの餌ですね。うん、うちでは繁殖頑張ってます。そう頑張ってます。で腐葉土です。これはねまあ土としても使えるし、わらじぶしの餌としても使えます。で、ふすまですね。うん、ふすまです。これも4リットルある。で、ヤシガラ、うん、ヤシガラパウダー、こうやな。うん、オッケー。で、これだけ。あ、そうやそうやそうや。これが、カルシウムパウダーです。ビタミン D3 入りのカルシウムパウダー。これ安かったで、めっちゃ重いし 90g 入ってるんやけど700円かな。確か700円。安いのか。はい。じゃあ次こちらですね。白い方の袋、それは何でしょう。これは何でしょう。ミルワーム。正解。これはミルワームです。ここやな。はい。これはコオロギ。何で書いてる。コオロギ。え、何も書いてない。あ、書いてるやな。はい、こちらコオロギの、ML サイズやな。 M と L サイズが入ってるやつやな。うん、ヨーロッパイエコオロギで次は、ま、ったでこれは、L サイズ、大きいサイズだけのやつやな。うん、L サイズのコオロギです。でこちらが小さい。そうトリプル S サイズ、もう一番ちっちゃいやつなこれ。そんトリプル S。 そうこれはな、あれよ、八重山サソリ買ってるから、めちゃくちゃちっちゃいサソリ買ってるから、そいつの餌用で買いました。で、まあ、こんだけおったらでかくなっちゃうけど、まあ最近ねカナヘビのベビーも生まれたんでね、ショート動画見てください。カナヘビのベビー生まれたんですよ。で、買ってきました餌としてね。でこちらディビアの M サイズですね。これはねうちのペールアガマちゃんがね大好物やから、もう食いやすいサイズ、 M サイズを買ってきました。いやこんな感じやね。で、おお、ついにでかいに行くか。重い。頑張って。お父さんといてや。大丈夫。大丈夫。よし、ありがとうございます。サンキュー。はい。こちらですね、グラステラリウム、うん、グラステラリウムナノやね。うん、これまあ後々なんで買ってきたか説明します。よっしゃ、じゃあ最後こいつ超メイン、うん、今日のメインね、俺がずっと欲しかった買いたかった生態になります。じゃじゃーん、ちょっと潜っちゃってるな。じゃじゃーん、わかるかな。クレステッド月光です。ずっと昔かったこの子で、カラーがトリカラーピンストライプです。うん、よくわかりません僕もカラーは。でも綺麗な子やからお迎えしてきました。むちゃくちゃ可愛い。ちっちゃいもんな、まだ全然赤ちゃんやな。いやーラッキー、お迎えできてよかったです。でこの子のためにこちらのね、うん、ナノを買ってきました。高さあるからねいいかなのって買ってきました。こんな感じかな、今日は購入してきたのは。結構買いましたね。うん、
うん、いや楽しかったな、レプフィー、うん、楽しかったな、ちょっとな、今日はヘビがめっちゃ多かったな、うん、トカゲもいっぱいおったけど、で、あのまあ本当はね、ペールアガマとかね、あのもっと増やしたかったんやけど、今日はちょっと売ってなかったんだよな。やっぱレアか、ペールアガマあ、うちのペールアガマじゃん、これです。ああ、むちゃくちゃ可愛いでしょこいつ、最高なんで、で、多頭買いできるんでね、この子ね、もっと増やしたかったんやけど、売ってなかったんですよね。どこ見ても売ってなかった。こんな感じで、最近ショート動画で紹介したあの足高雲の買い方ですね、これ100均で売ってます、このケース。いやー楽しかった、またイベントやってほしいね。これ飾りもんやと思ってた。そう、飾りもんやと思ってた。ちょっと見て、ツンツンしてトントンとかやってみ、全然ほら、生きてます。飾りもんやと思った。これ実は生きてるんだな。やろ、レアウトやろ、パッと見どのやつかも。これいいのって、この家に、この家でこの2匹捕まえました。1匹は風呂場の近くにいて、もう1匹は風呂場の中にいました。いや、びっくりしたよ。頭洗ってたら違和感感じて横向いたらこいつおったから、ね、超ビビったよ。いや、でかい。でかいわ。いやー、こんな風にね、レイアウトになるんですよ、クモも。弟レイアウトだ、レイアウトやと思ってたからな。おもろいやろ。いや、お兄ちゃんとどんどん動物園になってきてるからね。そのうち話がいいしそう、うん、で、最近ね、これです、カラヘビベビーが生まれたんですよね、この赤ちゃん。今4匹います。ただ、成長早い、早くね、こんなでかかったっけな、マジマジでこんなでかかったっけなって思ってる。で、大人がこっちやね、うん、今近くで飼ってます。こんな感じです。でこの子たちね、餌やりもしたいな、今日は。そういえば X の方で寺真由里さんがクレス専用の餌を売ってますよみたいな、たまたま拝見してたんで、寺真由里さんの方でこちらの商品を購入してきました。で、このヤシガラパウダーなんですけど、あの2000円分購入で一つプレゼントみたいな、なんかコーナーがありまして、そちらの方でなんかもらいました。めっちゃもらいました。たまたまちょっと餌をいっぱい買わないといけなかったんで、こちらの方、この餌を買って、これ一つ500円なんですよ。4つ買ったから一つもらえて、こんな感じでね、一つもらえて、で、この襖も2つ買って、カルシウムパウダー700円も買って、で、こちらのコルクも買って、で、ミルワームも買って、で、それからこの腐葉土とあのでっかいヤシ柄ですね。後々買ったことを後悔するあのでっかいヤシ柄です。合計金額4000円超えたんで2つもらいました。2000円につき1つもらえます。いや、レジ行くまでヤシ柄パウダーもらえるの知らんかったし。それで弟ちょっとおいで。うん、こちらで手伝って。その家子たちおいで。コオロギ、いやいや、触れない、うん、その家子たちちょっと持ってきて、2つあ、どうし、うん、ここでコオロギ買ってるの、この中に入れて。この中に入れて、触られてて大丈夫、触れる男やんな、はい、あ、女かもしれない、今だけやめとけよ。それも開くんかな、あ、それシール剥がさないとあかんな、そう、シール剥がしてから、そうもう全然雑に開けたらバーって入れちゃっていいよ。ここに目がけて、餌皿目がけて入れて、その結構餌とか入ってるからさ、そうこんなんでいいよ。あ、もうその卵は別に入れない、そのままでいい、ありがとう。結構入ってるな、何匹ぐらい入ってるんだろうな、100以上入って出たら嬉しいな。また繁殖させてみます。よっしゃ、もう一個もお願いします。恐る恐る、うん、何もされへんって。怖い。あ、そこで開けないと逃げる、うん、そう、このヨーロッパイエコオロギはね、名前の通り外来種やから逃がしちゃいけないんですよね。もし外で繁殖なんかするようなもんやったらね、もう最悪よ、最悪、外来種認定されたらもう終わり。いやー、いい感じやね、サンキュサンキュ、ありがとう。この子はちょっと後で餌やりするわ。
それじゃあね、ちょっと我が家でお腹空かしてる子たちがいるので、ちょっと餌としてね、ちょっとダスティングしてます。じゃあちょっと蓋閉めてフリフリしてみ、あ、マシマシにしてみ、横にな、優しくふーって、そうそう、もうちょっとすぐかなってやって、そうそうそう、そうするとこのカルシウムの粉がこのコオロギに絡んで栄養満点コオロギになるから、うん、オッケーオッケー、ありがとう、それぐらいでいいかな、結構ほら、マシになってる、うん、よしよしよし、ナイス、じゃあこっち行こうか。そしたらね、ちょっとお腹空かしてるカエルちゃんたちがおるから、この中にちょっとバーって入れちゃって、いいよいいよ、入れちゃって入れちゃって、うん、バーって適当に入れて、あー、もう全部じゃなくて、うん、それぐらいで、あ、オッケーオッケーオッケー、ちょっと閉めます。めっちゃ飛んでる、うん、お、食べた、今、連れてったぞ、一匹、あの、上の子、食べようとしたな、今な、絶対食べます、お腹減ってるはず、お、行ったけど下手くそお、行ったで、見てみ、ほら、食えてるやろ、食べた食べた、そう、アマガエルとシュレーゲルアオガエルかな、飼ってます、一緒に飼っちゃってます、すごいで、ジャンプして飛びかかってくるからめっちゃおもろいで、まあ、みんな下見出したやろ、どんどん、ほら飛んできた飛んできた、そう、動いてたら、動いてるものがおったらそっち見出してパクパクいく、お、行ったね、あの子、右の子、うん、食べた食べた、早っ、飲み込む速度早っ、あ、行った行った、あの子も、わかるかな、この子、飲み込んだ、ほら早いな、早すぎるやろ、丸飲みやん、あ、上から降りてきてる、降りてきた、お、行ったけど空振り、こんな感じでカエルちゃんたちはあの M サイズとか L サイズペロっていくからね、楽しいやろカエル、うん、お、行ったな、これあのイベントのさ、イベントで買ってきたコオロギあるあるでさ、これ見て、喉乾きすぎてゼリーに超群がる、うん、もう喉乾きまくってるからさ、すげえで、これ、うん、どれ、あ、ゼリー、あ、もう頭突っ込んでるもん、おいしい、めっちゃ喉乾いてんな、うん、じゃあ次はカナヘビに餌を与えていきたいと思います。よし、それじゃあカナヘビにね、次餌あげていきたいと思います。お願いします。適当にパーっていくよ。お、ほらほら、来た、速攻来たよ。お腹減ってるんだよね。お、食べた、あ、食べたね、持っていったね、かわいいやろ食べたら加えて運んでいきます。あ、粉落とさんでいいよ、コオロギだけツンツンして、オッケーオッケー、おー、食べてるね、いいね、いってるね、あ、すごい、かわいすぎるあの、奪われないように、仲間のカナヘビに奪われないように運んで逃げ回ってる、面白いな、カナヘビかわいいでしょ、超かわいい、あ、いいね、食べたな、みんな、お、いいね、追いかけて追いかけて、みんな加えてるやん、一人だけ下手くそ、下手くそがおる、もう飲みかけのやつおる、ほら早いやろ、ほぼいってんな、この子な、丸飲みよ、この子かな、下手くそちゃん、行ったな、あの子もね、すごいよ、で、この子たちすごいのがさ、あの食べづらかったらコオロギ弱らせて足全部ちぎって食べて、やばすごいやろ、天才やろ、そんなことできる、そうやね、できんの、この子たちめっちゃ賢いの、ほんま、
カナヘビが天才って分かる動画っていう動画でそれ一部集中撮ってる。いやーかわいいわ、超癒されるこいつら。あ、真ん中のここ飲んだな、ペロっていってんな。ズームしようか。かわいいね。今日ほんま朝な餌あげようと思ってんけど、うん、チビにだけ餌めっちゃあげて、この生まれたてのチビたちもな、うん、そんなこいつらこっちのチビのちっちゃい餌を全員で見ててさめっちゃガラス越しに全員で見ててさめっちゃおもろかったね。今日はちょっとイベントで餌買ってからあげようって決めてたからさ、うん、この動画を撮るために、うん、お腹空いてたからね、勢いすごかったな人がこうやってあげてるのにさ、あげてる途中に追いかけてきたもんな、うん、まあ、全然この子たちもう毎日俺が見てるから人慣れしてるからさ、手渡しでこうやってつまんであげても全然食べる。すごいよね。いやーかわいいなマジで。よっしゃ、じゃあこんな感じかな。クレスちゃんお待たせしたな、ごめん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 な。よし、じゃあ早速この中にクレスを入れていきたいと思います。その前にね、ちょっとヤシガラパウダー入れていこうかな、中に。よし、じゃあ弟入れちゃってん、うん、一気にガーっていっちゃってみよう。あ、ありがとうありがとう、全然持っていってガーっていって、さっきさっき、もうガンガンいけ、ガンガン、もう全部入れる勢いで。おおおお、あ、そう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 、サンキサンキ、ヤシガラパウダー入れていってみよう。で、これをね、ちゃんと敷いてあげて。それじゃあこの子を今回この買ってきたね、ケージの中に入れていきたいと思います。で、土をね、軽く引いただけのね、こんな感じなんですけど、まあ後々ね、レイアウトしていこうかなと思います。今日はこんな感じで入れていきます。あの、中のね、壁が発泡スチロールになってて、ヤモリ登れるからね、全然多分ガラス面で張り付いてるけどね。じゃ入れていきます。じゃあお願いします。はい、入れちゃって優しくね、逃がしてあげて。2開けていいよ、いいよ入れるの。お、飛んだね。じゃあ閉めます。うーん、ガチャンで、これ鍵閉めれるから。おお、早速登ってくれてる壁に。可愛すぎるやろこのカラー見て、うん、最高やろ、うん、超可愛い、マジやばすぎる。またなんか流木とかいろいろ入れてね、レイアウト楽しみたいな、おしゃれな感じにしたい。可愛い、めっちゃ可愛い、やばすぎる。いや、ずっと買いたかったんよ。言っとったな。うん、見てこのまつげ見て、かわいい、かわいいやろ、まつげみたいなのがふさふさ、かわいい。早速登って遊んでくれてる、めっちゃかわいいな、うん、やばいな。いや、パックがさ、あのプリンカップがさ、ちょっと白かったやん、中の色分かりづらかったんやけど、うん、出してみたらむちゃくちゃ綺麗やん、この子大当たりやわ、うん、超かわいい。ちょっと触ってみる。うん、ちょっと触ってみて。うわー、嫌だ嫌だ言うて、嫌だ嫌だ言うて。まだね、人に慣れてないから、うん、ゆっくり鳴らしていこっか。うん、うん、いや、かわいい、マジかわいい、超かわいすぎる。ちょっと食べるかわからないけど、コオロギ入れてみた。めっちゃ食いそうな雰囲気だけ出して食わんかったもん。横通過していくよ。俺もなってやば、飛んだ。おお、すごい、ジャンプするところがかわいいよ。とかも入れてもな、おしゃれになるかもな。おお、早い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 、すごいすごいすごい。 やっぱ超かわいいな。
最高や。最後にこのデュビアをペールアガマに与えていく。今回の動画はこれで終わります。長時間のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。